で、じゃあ、日見上人の元の講話に戻りますよ。けれども、教えの全体の内容を天台大師がご覧になってみると、そのように考えることは非常に浅はかであって、まあ今言ったように、法華最大智、あ、じゃない、華厳最大智とか、涅槃最大智と考えることは、誠に浅はかだと。涅槃経では、ただ、常住仏性ということが説かれているのみであり、まあ仏性が常住であるということを説いてあると。で、これはあくまで過去からずっと説いてきた、華厳、阿厳、法堂、般若等の清浄大乗の内容をもう一遍ずっと説かれて、そして最後に一切衆生に仏性が備わっておるということが説かれてあるだけということを反逆されているのであります。まあ、その通りですね。要は、涅槃経だけが別に仏性常住、常住仏性を言ってるわけではなくて、もうすでにそれは法華経で説かれちゃってる内容を、もう一回一切経を振り返ってずっと一回もう一回再説して、そして、一切衆生に仏性が備わっているっていうことは、法華経の義をただ説いただけのことに過ぎない。で、これは実を言えば、涅槃経は法華経で一切をことごとくつかねて、二乗差仏と悪人、女人の一切の成仏も説かれ、妙法蓮華経として一大諸教の根本の意味が説かれた後の教えであります。涅槃経というのはそういうもんですよと。まず最初に釈尊の真実本願が表されたのは法華経であり、その後に涅槃経が説かれたのであります。ですね。で、この涅槃経というのは釈尊が亡くなる時の一日一夜の説法と言われております。これは何のために説かれたかと言いますと、大衆、つまり、まあ、大きく収穫する。収集陶蔵といって、秋に田で農家の方が稲を刈り取りますが、全体を刈り取る意味は法華経にあるのですと。この収集、秋にもうざっくり一切を刈り取る。まあ、一切を成仏させるっていう、そういう大きな仕事ですね。で、しかし、その後、落ち穂が田に残っておるのを拾いますと。これを訓注と申しますが、そういう訓注経が、涅槃経の本当の意味、役割でありますと。これもいいですね。法華経も、ざくっと本質的な本来の、一切一切衆生、ことごとく仏性あり、ことごとく成仏しますよってことを説いたんだけど、それでも、その成仏に漏れた衆生がいた。そういう人たちを、もう一回涅槃経で、落ち穂拾いのように、拾って成仏を、に導いたんだっていう、そういう意味が涅槃経なんですよと。したがって、法華経と涅槃経とを相対してみれば、涅槃経が真実の釈尊の教えの中心を表したのではなく、法華経ですでに完全に釈尊の真実本来の意義が説かれてあるのであります。まあ、今言った通り。で、これは道理文章の上に天台妙楽がはっきり釈しておりますと。まあ、これも我々はね、天台大師、妙楽大師の、その書かれたものを全部読むってことは、まあ、おそらく今世では、今生一生では無理ですよ。ただ、まあ、随所随所にその論証はされてるので、五章を読んでいく中では、時々出てきますから、涅槃経がやっぱり法華経より下であるという、こういう確信と、誇りを持っていただきたいと思いますね。特に、まあ、真如縁ですね。真如縁が、とにかく涅槃経、涅槃経ってこだわってきますから、涅槃経に、もし真如縁に出会った場合は、我々はこの辺のところはしっかり勉強した上で、拝借してほしいと思います。で、それならばなぜ涅槃経を説かれたかといえば、いろいろな機根のためですと。機の相違は実に無量無数でありますから、法華経でもなお、かつ信じきれず悟れなかった人が残っていたのですと。で、それらの人々のために、落ち穂拾いの意味で説かれたのが最後の涅槃経であります。要するに、五時の教範は、義に、義に、いいですね。もうすでにやりました。試しに与えてみる。与えて相手の反応を見る。これが義にです。これは、涅槃、華厳経に当たる、華厳部に当たりますね。そして、誘引。誘引というのは今度は、阿厳部に当たりますね。そして、檀家っていうのは、今度はその清浄教の悟り、清浄教の教えに、閉じこもっててはダメだっていう、そういう教え、そういう権大、これが権大乗教になりますね。で、法堂部になります。目を覚ませと。もっと大乗の心を、菩薩の心を起こせと。そして、淘汰。これは今度は、
涅槃、涅槃、ああ、剣豪、じゃないないない、般若部になりますね。それで、淘汰されてって、最後に戒へ。これが法華経です。とうとう、今まで説いてきた、義義、誘因、断果、淘汰っていうものは、実はこの法華経の悟りを伝えるための段階であったんだ。そして法華経から開いてみれば、すべての経典が全部生かされるんですよ、と。だから、戒へって言うんですね。開いて、得する。で、このという法華経を中心基本とする、基本とした筋道と、それらの教えが、西国に帰する意義が示されておるのであります。これいいですね。すべての経典が結局法華経を目指していった。そして法華経を解きたいがためのステップであったということが初めて明かされる。